なんてことだ。て、天使って聞いちゃいねえ。お父さんの気が随分減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。カイオウの言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め、今のは痛かった。痛かったぞ。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。あ、まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと木を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せば、この世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ。バリだ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。ちょーく騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だが、せっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ！ピッコロ！さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。すまねえ。こいつもこいつもこそこそと鬱陶しいハイドモが。
あんなところにも。全く人をイライラさせるのがうまい奴らだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。しまった。こんなもの。無事だったか。はい。お父さんたちは。お父さんたちすぐ近くにいたから。まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。クリリンさん、かすかに聞けようか。本当だ。よし、行ってみよう。はい。お父さん、悟空、やったな。さ、蹴るか。お、なんだクリリン。すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。そんな。フリーザだ。ゴッ。ピコルさん。貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。あいつの変化は、まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ。スーパーサイヤ人に。俺は怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。罪もねえもんを次から次へと殺しやがって。クリーン、待て。偉そうなことを言いやがって。貴様らサイヤ人は罪のないものを殺さなかったとでも言うのか。だから滅びた。俺が滅ぼした。貴
サイヤ人はなんとなく気に入らないんでね。今だ俺が貴様を滅ぼす。なんと、なんと、俺サイヤ人、いい加減にしろこのクズ野郎。お前はもう謝っても許さないぞ。なんという屈辱だ。あんなやつに、あんなサイヤ人なんかに。こんなはずはない。おのれ、当たりさえすれば。当ててみろよ。ふざけやがって、後悔しやがれ。図に乗るのもそれぐらいにしておくんだな。星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。何者だ？とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオー、チクシオー。終わりだ、フリーザー。言っておく、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられるな。貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ。しまった。チッ、パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ、 100% の力を。覚悟しろ、フリーザー。貴様がフルパワーになるのを待っているのは、最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。悟空が苦戦しておる。
このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな、何か手はないものか。待てよ待てよ待てよ。おい地球の神よ、聞こえるか。はい、海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか。叶えてほしい願いがある。はい、ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。うん、地球のドラゴンボールは一度に複数の者を生き返らせられるのだな。では寿命で死んだ者も生き返るかね。残念ながらそれは無理です、自然史では。だがある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。え？時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるもの全てを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。なるほど、考えましたね、海王様。というわけですまんが急いでくれ。ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。え、そういうことでしたか。では今すぐ。さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ、私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。